どうなってんの。おいちょっと待って。いや、わかんねえ。意味わかんねえ。これ普通に難しいぞ。助けてる場合じゃねえか。一路釣りに行かないと負けちゃうな。いやー。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。あげあげ。ま、確かにな。下げ下げだよな、あっちは。右横は上げ上げだけど、左下は下げ下げなんだよね。わかる。わお、金庫。オラフィー。オラフィーちゃん。あちゃい。あちゃいちゃい。あちゃいちゃいです、これ。プリッサン。これ、すまね、まずいな。すまね。まずい、すまね。あ。え、これ右の人死んでるよね。どうなってんの。おい。配電盤前、畑迫が死んでいて、停電の初期。どこの展望デッキで初期に畑迫が死んでいる。七子はその後です。バイタルで畑迫が死んでいるのを確認。七子が死んだのを見て動き出して、バイタルから動き出して展望デッキでレポートです、うんうん、なのでほぼキッチンエンジン脇の人だと思います。ちなみに高田さん、見た後僕すれ違ったじゃないですか、直後に。あ、あれ梅系なんだ。いや、うん、すれ違った人いる。その時見たらもうすでに両方死んでたんで。うん。あ、で、その前に僕も、高田さんと梅系さんを見てます。あ、有馬くんも見てます。はい、はい。どこで、うん、あ、高田さんはメイン脇しか見てないです。で、エレキで梅系さんと重なっていて、で、僕は最後貨物まで行ってます。どう、証言いいですか。キッチン脇なんですよね。はい、でも、僕と畑さんしかキッチンに湧いてないんですよ。うん。だから、まあ、で、僕はまあやってないというか、やってないで、待って。ごめんなさい。あ、どうぞ。え、何そう、奈良子さん。あれ、奈良子さん死んでんのか。あ、ちょっと待って、一個気になることがあって、ヌン乗った人いますか。僕乗ったかな、一回。で、戻ってるかな。え、船でどうやってそれ行ったの。宿舎前から、あれ僕乗ってない。あ、乗った。宿舎前から一回右行って左行ってる。え、ちょっと待て。停電な。ではキッチン脇からどうやってそこまで行ったの。キッチン脇から配線タスクだけやって一直線で昇降機まで行ってます。いや、ヌーンは右にあるんですよ。ああ、そうなんだ。じゃあ、うん、誰かその後乗ったんじゃないで、僕が停電なってる時に宿舎前からミーティング登って奥行った時にはまだ左にあったんで、確実に停電直しに右に行ってる人間がいるんですね、うんうん、でその方が死んでる予想です。でプテは絶対、でも僕は往復してる。僕は往復してるよ。いやいや、でもそれ多分ね、7個エンジン脇やったから、それで、ね、7個が乗ってる可能性はあるかも、ね、ああ、なるほどね。7個さん確かに上行ってるんじゃない、うん、ハイブリさんと僕が左のエンジンの配線やりに行ってて、うん、ハイブリさんその後どこ行きました。金庫でネロちゃんとすれ違ってます。うん、金庫じゃない、宿舎前か。で、その後ミーティングでも会ってますね。なので、メイヤ君ってどこ行ったのかが。俺ね、説明しますわ、次。ヌン乗った人が奈良子さんなんだったら、もう、高田さんとミケンさん自身絶対もう確証です。2球とも無理。うん、ちょっと待って。オラプテハイブリが俺目線無理だから、その七子さんキルが、おそらく。いや、わかんねえ。プテが意味わかんねえ。はい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 。プテ今何してるの。僕今何をしてるの。なんでボタン押さないのかなと思って。ああ。ミーティング一番に上がってたの。いや、上がって、僕ミーティング上がってないよ。え、どこ行ったの。今、エレキです、僕。え、エレキ宿舎前に巻いたのに。うん、宿舎前に湧いて、あれ、メインの最新タスクは入れて、今、エレキです。まあまあまあ、いいっす
さっきのターン俺エンジン脇で配線タスクをした後にコックピットで、あのリングビットのタスクをした後コミュ前通路で武器庫とコミュ前との間のところでずっとそのエンジン側から来た人とか武器庫側から来た人が見えるようなところでずっと突っ立ってたんですよ停電中に、うんうん、で誰も来なかったんで、まあ、プテが上に抜けれるとしたらあの僕がリングフィットのタスクやってる時に去って抜けたぐらいしかないですかね。あでもプテは確かに来ていて、うん、ミーティングにいるんだけど、その停電中にミーティングに登ってきてるから確実にそのヌーン左右してるんであればもう強靭だと思うんですよ。うんうんうん、うんうん、あ確かに停電直さないで僕はあのヌーン戻ったの。戻ってきてる。うん、だからもうなるほど、ね、そこはいいので一旦ハイブリさんとオラックを僕目線でミーティングに置いてきているので、うんうん、白を打ってます。そのヌーンの右のキルに関しては。あそうなんだ。なんとなくですけど、はい。一応まあ僕、ネロちゃんと金庫まで最初金庫で行って金庫で停電になって僕はダウンロードのタスクをしてるんで一応展望で畑澤くんが死んでるなら、まあ、僕がキルして金庫行ってミーティングが一応あるんで容疑者には入る。あそうだね、うん、メケンってさどこ脇なの。僕は貨物ですよ。メケンさんえ貨物なの。貨物です。あれ貨物メケンってね いなかったっけ。梅県って左から走ってきてるはずなんだけどな、エレキ。多分メイン脇ですよ、メイン脇さんって。僕、100パー貨物で、貨物で、下に行って、アスタリスクのと、エレキのアスタリスクのとこで、アルマ君とすれ違って、はい、で、その後、エレキのぐるぐるタスクをやりに行って、で、バイタル見に行こうとしたときに、高田さんがすれ違ったって感じです。一応、高田さんから見たら左から来てます、確かに。あれメイン脇って3人なかったっけ。メイン僕湧いてるけど。あれそうだときメイン3人いたのは覚えてる。今日どうします今日どうします大丈夫です。俺プテは取れ、俺はプテ釣りたいなと思ってる。うん、僕はやめてほしいと思ってるけど。あ三3人スキップ入れてる。ね、1個は俺が入れちゃった。うん、おらら。おら。どうしよう、どの線で話せばいいんだろう、わかんなくなっちゃった。怪しいなこのスキップマジで。いや、プテは確定だと思うけどな、おかしいもん動きが。確実にだって停電になってからミーティングに登ってきてる人間の一人ではあるから。はいはいはい。いやちょっと早めけどプテ君マットっぽいなっていう話だったから、でキッチン脇がプテ君と黄色がなしかいないし、まあ、メイヤ君がその蓋してるっていう話だったら、まあ、エレキセキュリティ方面から誰かが畑迫君を切りに行ってる、もしくはメイヤ君の可能性あるのかなと思ってちょっと話せたらと思って、まあ、プテを陣外核で置くんだったら僕がそのプテを詰める必要がないっていうのだけ、うん、伝えたいくらいですかね。まあ、プテ名はないと思ってます。僕も もう初回から殴ってたからあんまないと。プテ名は普通にありえるくない。プテってあの発言って誰から見ても陣外っぽいと思って、うん、陣外から見たら余計陣外っぽいから切りたくなるなとは思うから、別になんか白くは置かないけど、ああ別に議論は白っぽいって感じ、ね、その位置のその言い方というか、そのプテとの関係性ではあれ、あそうですね、まあそこは大丈夫です。展望デッキとどっかにしたいってことですよね。基本リフトの右にあるっていう背負ってるんでしょう、うんうん。でそれだったらエレキで僕が見た梅健さんと、梅健さんとすれ違ったであろう高田さんはもう実時点では隠しろって感じです。梅健さんも隠しろになるんだ。そうですね、展望と昇降機右だったら無理だと思います。だって高田さんはバイタルを見て動き出したタイミングですれ違ったってことですよね、梅健さんと。うんうん、それだったら絶対無理だと思います。でも梅健さんって確かすれ違ってバイタル見たらもうどっちも死んでたって証言だったよね。そうです。僕視点高田さんは隠しろだけしてますけど、アルマ君が分かんない。そうですね、もう僕が多分その3人の中で一番最初にエレキを出て貨物に向かってる人間なので僕は白は出せないと思います、ね。中野アルマの色系ってどんな感じ。メイン脇、メイン脇、エレキ、バイタル、貨物で終わりです。うんうん、全然不自然ではないんだよ。3人湧いたって言ってなかったっけさっき。メイン3人湧いたと思ってます。3人湧いた人見てなかったから。あ、俺がメインだよ。あ、そう、あ、そうそうそう、3人は湧いてたと思います多分。あ、じゃあ速攻も診察行ってるって感じですか、高田さんって。うん、違う。いや多分高田さんは女性かどっか入ってる。あ、そうそう、うん、入ってる。じゃあ僕が最初にエレキ行ってる感じ。僕最後シャワーのタオル入れるところで終わってるんですけど、うん、誰もそこには来なかったんで、なんかどっから行ったのかよく分かんなかった感じです。
うん、どうしましょう。白でネロちゃんも白っぽいかな。まあ僕の線でハイブリさんは絶対できないです。ハイブリさんもじゃあ白。はい。うんうん、これ普通に難しいぞ。助けてる場合じゃねえか。一路釣りに行かないと負けちゃうな。鬼木いやこれボタン1個ダメだ。ある鬼いやーうわっいやマジか。あネロちゃんは、死にあります。うんこれここネロちゃんあります。シャワー序盤でシャワールームいた。うんうん、タオル拾ってたと思ったらタオル入れてると思う。梅県シェリフ使用してきます先に。はい。オラフ君ってどういう経路でミーティング行ってます？宿舎脇ミーティングです。で2個タスクしてる間に停電になったんでボタン前待機してました。停電なったのどなた？梅県です。はい。一応僕はキッチン脇から宿舎まで今行けてるんですけど死体はなかったんで、まあオラフ君はミーティングか証拠左のみでしかキルができないですけど、はしご登ってるんでキルクル的にきついんじゃないかなって思ってます。うわこれむず。ハイブリオラフがさっきの2キル無理だから無理だから、うんうん、あってマットじゃないですか、うん、だからマッいやマットアップテマットは受けがマットっぽいな。時間的にそこ以外を釣らなきゃいけない。アルマ釣れそうだけどな。インポスターでむずいなこれ。いやてか足し点僕もあるもんな。だから、うんでもハタスコくんキルに関しては展望って高田さんが言ってたから近いのはプテアさんじゃない？ん？でもプテアさんマットでしょ？2キルこの時点で送る、ね。うん。プテアさんはマット確定してますね。PP も入ってないし。うん、竹雄さんが序盤でネロちゃんシャワーに見て竹雄さんその後どこ行ったの？シャワーメインエレキって降りてます。シャワーメインエレキでメイヤさんは最後までアーカイブ？いや僕はラウンジまで行ってますね。ああいやわかる。ハイブリさんって初的に誰とシュートリやってましたっけ？ネロちゃん。ネロちゃん。あ、ネロちゃんか。あと僕がミーティングにいたってことで難しいっていうのをネロちゃんから出してもらってる。3分の2かこれ。足し点は。だから僕、メータケアルマくんの中に。うん、うん。まあそう、それが自然だと。で、ハタスコくんキルの方でもうナナコさんわからないから、うん、ハタスコくんキルの方で詰めるのやったら、宝さんからの情報で展望デッキに行く、あそこに一番近い人になると思っとって。武器庫にいたメイヤくんか、エリキセキュー。あ、僕はメイン弁当ですね。メケンさんに任せます。僕はちなみにアルマ君と竹雄さんどっちが釣りたいので、まあ、どっちにしますか？どっちかというと竹雄さんかな。まあそれだったら全然飲みます。実際はメイタケなので。竹雄さんですね。いやーちょっと難しい。竹雄さん。いやーごめんなさい。これ僕に入れといて。これメケンさんすぐにどっちか打ってください。僕じゃないです。どっち？じゃあわかりました。打ちます。怪しい人。ひーひーいい遺言するな。すぐ打ってくださいって。してなお圧力を。キッチンは最速右行ったからすぐいいご指示だと思ったわ。竹雄さん。そう直さないわな。ただ梅健さんはなかなか疑ってんだよな。これが見つけたら打ちそうな気がするが。どうだろう。いやワンちゃん。ワンちゃん迷惑に打つ。どっちでもいいから打てればって思いそうだよね、多分ね。メイヤさんに打ちそう。あ、これ、ダブキル入ったら。おぉ。あー、積んだー。いやー、アルマくんかな。アルマだね、これは。はい、アルマくんですね。オラプだよ、オラプ。オラプ助けて。僕、クルーメイトだ。あぶねえ。そうだよね、いいんだよね、大丈夫だよね。やだ。鬼気しろだと思ってたなうまっ。どういう状況だったんだろう。いやナイス、これ梅金さんマジでナイス。正直何も思考できなかったもんな、さっきのターン。はいはい。おー、ナイス。おー、よかった。いい、こっちがシェリフだ。何がこのゲーム、怖っ。いやシェリフ強すぎる。最初に梅金さんの乗っ取り追っちゃって、大丈夫かな、この進行。あー、なるほどね。でも、信じるしかなかったっすよね。マジでわからんかったから。おー。なんか梅金さんがどこ釣るかによってはって感じだった。あー、怖い怖い、ほんと怖い。いや、鬼気よか。え、皆さん知ってる？僕はね、アルマは多分ね、
あの、はい、インポスターなんだろうなっていうのは分かってたんだけど、オラハイのうちどっちかって感じですか。いや結構ね、そのプテでインポスターが落ちてると思っちゃってたのよ俺。その場所に近くてすれ違ってなくて、移動経路でミーティング受けてたら弁当で行ったのかなと思ってたから、だからそこで思考がバグってね、全然出てこなくて、最終議論何も喋れない。ああなるほどね。あと1枚どっかで切るできてればな、終わっちゃったな。いやでもこれも詰めれたっていう、なんかもう印象で白い人をはじくしかなかったから。いやでも、梅健さんナイスだったな。そうだね、灰オーラ白出てるっていうか、インポスターじゃない確定したのがちょっときつかったな。そうですね。メロちゃんから白がでかかったな。いや、めちゃくちゃ何も分かんなかった、俺、ほんと。初手切るめっちゃおもろかったな、マジで。俺ばっかり、隠し白出そうと思ってたから危なかった。無限に長かった。俺ずっとコミ前でいて誰も来ねえんだもん。いや、メイヤさんインポスターだと思ったよ。インポスターじゃない、マットかと思ったよ。あ、見えたんですね、あのビルの切ってからコックピットまで行って、それでなんか、いたから、え、あいつ。そう、僕もエレキから昇降機右まで走ってって、奈々子さん気がして。あ、そうなんだ。いや、やばいな。そっちなんだ。リア級やっちゃいました。